今までになかった攻撃機をアメリカが多くの予算を投じて開発しています。その攻撃機が軽攻撃機 A29 プロペラ型で第二次世界大戦初期を連想させる形状をしています。なぜアメリカが今さら古いタイプの攻撃機を開発するのか詳しく紹介します。この写真を見る限り、なぜこの時代にプロペラ機なんだ、アメリカが開発するからには驚くべき最新装備がついているに違いない、多くの人がそのように考えますが、期待を裏切ることなくただのプロペラ機となっているのが A29。 最新のレーダーどころか、ステルス性能、機動力、兵器搭載量などあらゆる最新の戦闘機と比較しても圧倒的に弱いのが A29 の特徴です。機体の設計はすでに熟した数十年以上前のプロペラ機を原型とし、現代の最新戦闘機と戦えば一瞬で撃墜される戦闘力の弱さが特徴です。一方、機体形状は時代遅れでも現代の戦争でも通用するようにいくつか要件を満たしています。芝生や草むら、砂利道からでも離陸できる離陸性能、装甲車並みのコックピット、簡易的なミサイル防衛装置、5時間以上 1600km 以上の飛行性能、戦時中のプロペラ機と比較すればやはり最新の機材や機体性能になっています。 A29 はアメリカ軍が配備を検討しているということで有名になりましたが、実はすでにアメリカと国交を持つ国では正式に空軍に配備されています。ブラジル、コロンビア、インドネシアでは攻撃機として合計数百機程度配備され、実戦にも投入されています。直近ではアメリカが支援するアフガニスタン空軍に配備され、2000回以上の空爆と80以上のミッションをこなしています。現状、配備している国々は国家予算規模が小さく、 F-15 や F-16 など1世代前の戦闘機すら配備できない弱小国でした。しかし世界情勢の変化がアメリカ空軍の装備を見直させました。第二次世界大戦直後、当時でも最強だったアメリカ軍とはいえ、世界の軍事力は技術的にほぼ拮抗。しかしアメリカは経済発展とともに次々とハイテク軍事兵器を開発し、実戦に投入していきます。アメリカ軍は世界最強、それもダントツ。年間の軍事予算は日本の国家予算に匹敵し、80兆円以上という莫大な予算を軍だけに使用しています。さらに常時世界中の戦争や紛争に介入しており、実戦経験も世界で最も豊かな国です。莫大な予算、そして圧倒的な実戦経験から生まれる兵器は質、量ともに他国を圧倒しており、軍事的にアメリカを敵対できる国は存在しません。最近になり中国軍のアメリカ台頭が叫ばれていますが、現状では圧倒的な軍事力格差があることを認めており、世界を支配するアメリカに対し、中国は中国から距離が近い第一列島線内をアメリカの支配から解放した程度です。一方、最新最強の兵器を持つアメリカは、その強さゆえ新たな悩みが出てきました。現在発生する戦争や紛争は中小国の小競り合いが多く、 F-22 や F-35、 そして A-10 攻撃機など高価な兵器を使用する必要がないケースが大半だということです。これらの低強度紛争における航空機は地上部隊を援護するために上空に長くとどまり、より綿密な作戦を必要とします。一方、戦闘機や攻撃機には機体寿命があり、低強度紛争に投入した時間も含め、その時間を浪費してしまいます。本来は対中国、対ロシアなど最新で強大な軍隊を持つ国に対して設計した戦闘機や攻撃機にとって無駄に戦力を浪費している状況が続いているのです。もう少し分かりやすく見てみましょう。例えば最新のステルス戦闘機 F-35 の対応飛行時間は8000時間、飛行機を飛ばす時間の合計が8000時間を超えたら廃棄、もしくは大規模な延命回収を行う必要があります。ロシアが誇る SU-35 がアメリカに接近した場合、スクランブルで F-35 が対処に向かいます。この対処に費やした時間が5時間とすると、5時間分の機体寿命を利用したことになります。同様に、アフガニスタンで機銃だけを持つ民兵に苦戦する陸軍を支援するために F-35 を5時間飛ばしたとしても、同様に5時間分の機体寿命を利用したことになります。民兵相手に最新のステルス機を飛ばすのにはオーバー性能ですが、飛行させる時間は相手が強くても弱くても同じなのです。要するに1時間あたりのコストは
中国やロシアの最新兵器に対処した場合と銃だけを持つ民兵に対処した場合全く同じなのです。5年ごとに買い替える最新ゲーミングコンピューターを毎日電卓代わりに利用するようなもので、まさに予算の無駄で非効率なわけです。現状 A29 は空軍への配備を予定していますが、実際に開発が完了し配備が始まればより陸軍寄りの作戦に参加することが考えられます。 A29 を紛争レベルの低強度地域に派遣し、 F35、F22、A10 などの戦闘力が高い戦闘機を対中国、対ロシアに向けさせ、アジア極東地域への軍事プレゼンスをより強大にしていく目論みが透けて見えます。余談になりますが、航空機の対応飛行時間という考え方は非常に重要です。最近中国やロシア軍機が日本に接近し、日本の F15 や F2 がスクランブル発進したという報道が多くなされています。ちゃんと自衛隊が対応しているので日本はすごい、中国やロシアを寄せ付けないパワーがあるなんて思っていては痛い目に遭います。軍事力、国力ともに日本を圧倒的に上回る中国は、日本にスクランブル発進させることで戦闘機の対応飛行時間を消費させ、軍事力低下を狙う、いわばすでに戦いは始まっているのです。スクランブル発進することで戦闘機の寿命が縮まり、メンテナンス費用がかさみます。また予定より早く戦闘機を買い替えねばならず、このままの状況が続けば国力の劣る日本は中国に負けてしまいます。大国同士は直接対峙することはほぼありえません。スクランブル発進させるという行為によって戦いがすでに行われているのです。この戦いは経済力の強さがものを言うため、今後日本がどう対応していくのか、日本の国力が試されます。